どうも、MJ です。MOD の紹介をしていきます。で、ご紹介する MOD はですね、ミニットメン HQ The Museum of Freedom Reborn っていう MOD になります。こちらの MOD はですね、コンコードにあります自由博物館を制作者さんの手で綺麗に復元された MOD となっております。さらにですね、ワークショップも使えるようになっておりまして、クラフトの方も可能となっているプレイヤーホームとなっております。で、プレイヤーホーム扱いとなりますので、募集ビーコンで入植者を集めても、入植者の方は集まらなくなっておりますし、他の居住地から入植者を移動させたり、供給ラインの方は結べなくなっておりますのでご注意ください。あとはですね、ロード順になるんですが、自分の場合はですね、通常であれば居住地やプレイヤーホームが追加されるモッドとなっておりますので、解体モッドや UCO モッドの間にロード順の方を置いてあるんですが、いつもの場所にロード順の方を置いた場合に、瓦礫の方が残ってしまいますので、今回は一番下にこちらのモッドを置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのようなコンコードに変わったのかご紹介の方をしていきます。で、マップで言いますと、コンコードにあります自由博物館となっております。現在はですね、モッドでカスタマイズされました自由博物館の方に来ております。詰まった。
無駄ね。
簡単なご紹介となりましたが、このように制作者さんの手によってきれいに復元の方がされておりまして、カスタマイズされた自由博物館となっております。一部バグでクラフトオブジェクトが透明になっておりますが、アップデートなどで修正されるかと思います。また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はミニットメン HQ The Museum of Freedom Reborn っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。